ですね。バイパスから入っていく。自分が来るのが困るんです。そこのマイクを切り取って。そう編集しないの。ここは BMW はあまり協賛されてないんですね。はい。いつも。ああ、そういうことか。仙台何件かあるかと思った。すいません。出ましたね、めちゃくちゃ高いのが。高い、12万ぐらい。え、12万?12万ぐらい。14万じゃなかったっけ?12万ぐらい。ベースが14万か。そうなんか。なんか、来貨車って。そう。あとは、あれじゃないですか。編集設計のプラットフォームは何が好きだっけ、はい、どういうのが好きだっけ、はい、結局アプリ、GoPro もそうですけど、結局アプリの落とし込んで編集するっていうのは、そうですね。やるんだと、はい、カメラカバーとかをレザーで、はい、まだ一応革製品使ってます、ね、まず年受け路線があって、それに牛谷さん的な高級的な部分が加わっていけるんだったらちょうどいいかもしれない。そうですね。出すんだとしたら、うちのプロトップではなくてパフォーマンススコアとか出たんですよ。あ、そうか、そこで吸い上げてるカテゴリーというか、GoPro は極限までレベル補正を強くすれば、はい、まあ、iPhone より強いんですけど、はい、ただどうしてもプロトップされちゃうので、プロトップが高くなるんですよ。そうですね。自分で編集してくれる。そうですね。嬉しいだろう。そうですね。確かにこれつけてる人多いですね。こんにちは。気合が入ってるな。気合とお金がかかってますね。全然です。全くですよ。こんだけいろいろついてるのに。いや、もうそのままです。このまま世界一周できそうなの。いやー、無理ですね。けどそういう単車でしょ。まあ、そうですね。気がします。あ、こんだけすごいライトつけてるの初めて見たな。これはすごいですよ。ですね、こんなすごいの見たことないです。デナリっていうやつなんですけど、もともとこれ化粧品界に、まあ、それこそこんなところ真っ暗ですよね、とかで正面は照らしてくれるんですけど、やっぱ私たちカーブの出口みたいじゃないですか、これは結構それを叶えてくれる感じ。そうですか、はい、対向車困らないですか。大丈夫ですか。だいぶ怒られますですよね。
業者ばっかりだったはいと思いますよ、あんだけ重量車は曲がんないですよ、全然やっぱりブレーキ効く、まあまあまあそれは大丈夫だね。
バンクしないから怖い。いやでも全然エンジンの音が聞こえないんで静かだなと思ってて。あ、本当ですか。うん。